あの日広島で起きたことを覚えてほしいのです。子供たち、全世界の人々に、あの日は地球上のどこであっても二度と繰り返されてはならない出来事のあった日だからです。あの日、1945年8月6日、恐ろしい光が広島の空を貫いた日のことです。瀬川博さん、当時14歳。瀬川さんは県立商業学校の2年生でした。瀬川さんは爆心地から2キロの南町で被爆しました。私は原爆の時は広島県立商業の2年生でした。で、家族は両親と兄と姉、私3人でした。その朝いつものように学校に通ってたんですが、朝7時9分途中の橋まで、観音橋というですけれども、橋まで来たところで朝警戒警報のサイレンが鳴りました。で、警戒警報の日は学校で授業があるということで、私は家にその教科書を取りに帰ったわけです。で、まあ、再度また広島西部からちょうどこの下の学校まで来るのにちょっと1時間ぐらいかかりましたでしょうか。で、ちょうど学校に着いた時はもうみんな運動場に集合しておりました。ちょうど学校へ着きまして、もうみんなも運動場にいるんで、私はもう走るようにして教室に入って、もうそのまま出ましたら慌てて服を着たまま出かけてましたんで、また教室の中に服を脱ぎに入って、机のところに帰った瞬間被爆しました。でもうその瞬間はもう教室の外がもうフラッシュ、まあ、今で言えばフラッシュです。当時はマグネシウムといって、ちょうど今のフラッシュを強くしたような、それで色 もう黄色を帯びてたような光がさっと窓を光りまして、でもうその瞬間私はもう次に気がついた時はもう校舎の下敷きになってるんです。ただ運よく私が助かったのは、まあ条件が非常に運よくいい条件が重なったことだと思うんです。で、まあまず一つに校舎が私がそこへいたところの反対の方に倒れたということですね。それから2番目にちょうどその時の学校の席順が、机の位置がちょうど右の端、廊下のそばにあったということです。それから3番目に、その服を脱ごうと思った瞬間に机と机の間に立ってましたんで、木が上からもう落ちたのが一応机の位置で止まって、で私は体が机と机の間にこうちょうど入ったような格好になったんですね。で、まあ4番目に、学校の校舎がすぐ燃えなかったということですね。私がまあ運よく軽傷のみで助かったということだと思うんです。私は今の
校舎の下敷きになって、その時に、助けてくれということを2、3回呼んだんですが、全然何も反応はない。でひょっとこう天井を上を見ますと、天井と天井の裂け目がからちょっと空が見えるような格好ですね。私は命からがら、そこを目指して這い上がったような状態です。で外へ出てみると、もう頭の後ろからこう血が流れてましたんで、ずっと服まで血がべったりついてる。で近くにあった手洗い場でそれを血を流して、で運動場に行ってみると、もう帽子だけが運動場にざっと散らかってるような状態で、誰もいないわけです。で学校の門まで行きましたら、同級生が一人いまして、一緒に、市内南部の、陸軍病院、現在県病院になってるところですが、そこへ行きました。で、病院に行ってみると、もう重症者が寝そべっていて、私なんか割と軽症の方ですから、これはとても、自分の方の治療までは回ってこないだろうと思っておりまして、で同級生はただ怪我がひどかったんでしょうか、もうそのガラスが散らばってる廊下をもうそのまま一人で黙って奥に入ってます。で彼とはもう戦後彼は学校に来ませんでして、現在でも消息不明です。西部へ帰ろうと、ずっと電車道を通りまして、今の原爆ドーム、そこの横をずっと通って、それで相生橋という原爆ドームのすぐそばに定時計の形をした橋がありますが、そこの上で、馬車が馬ごと倒れてまして、馬車の上のナスビを積んでいたのがちょうど焼きナスビになってるのですね、痛烈に覚えております。でそれからずっと自宅の方へ向かってきまして、広瀬橋というところまで来まして、自宅の方を見ましたら、もう盛んに家の方が燃えてますんですね。これはもうどうしようもならんと。で一緒に帰ってました同級生2人の家も燃えてましたんで、やむなくその同級生のうちの1人の知り合いの家、そこに行ってその晩は泊まりました。もう夜もまた警報が鳴ったりして、またこれは下敷きになってもいけないって言ってですね、もう朝まで夏でもあるし、もう畑の上で、ずっと一夜を明かしたような状態です。で明るい日に、市内の北部へ避難したんですが、途中横川町あたりでも道を通っておりますと、焼け跡でですね、人が亡くなってる、頭だけもう骨になってるような姿をですね、今でもよく覚えております。でやはりそういうように、爆心地を通ったせいでしょうか、2週間ぐらいしてもう頭痛、腹痛に悩まされましてね。で、その頃にもう広島は新型爆弾で、もう草木はもう70年も75年ももう生えない。でその時、
人も原爆を受けた人は1年以内にもう皆亡くなるんだようなこともちょっと聞いてですね、ちょっと恐ろしさを感じたりしました。で、その後は夏にこう蚊がこう腕なんかを刺しますと、それがまあ可能すぐ可能するわけです。で、まあ柿の葉を煎じて飲んだらそのいいということですね。まあみんな柿の葉を煎じて飲むようなことでした。それからその他、まあ指先が夏なんかにちょうどな、まあその後も夏を迎えますと、水道管の水が冷たい水に指先が触れると、まあ手がしびれるというのがですね、20年ぐらい続きました。で、現在は病院で健康診断を受けますと、白血球が少ないということを先生から、白血球が少なめですよということですね、病院の先生から言われます。まあ、白血球が少ないと病気に対する抵抗力がやはり、少なくなるということですね。まあそれが戦後半世紀過ぎてもそういう状態で、こう人間の体に放射能が、まあ、体内に入るともうそれはその人が生きてる間もう、出ていかないというような状態です。家族で、父はちょうど、市の北部の飛行場建設に動員されてまして、まあ、それは原爆を受けることなく助かりましたが、私の母が近所でお話ししている時に被爆しまして、まあ、それも運よく軽症でございました。ちょうど2キロ、足らずの東観音町というところですが、で兄はやはり近くの自動車の修理工場の事務の方で行っておりまして、それちょうど窓辺にいたものでガラスをもう顔に、たくさん受けまして、で、まあ、その後病院に、まあ、私も一緒に、治療で行った時にガラスを抜いてもらうとですね、首から血が噴き出すようなありさまでした。で、姉は市内西部でもう軍部の方に軍事工場に動員してますんで、まあ、原爆を受けることもなく済みました。ただ私のいとこがやはり市内西部の東観音町に当時広島西高等女学校というのがありました。そこの1年生で、これは市内700メーターぐらい、爆心地から700メーターぐらいのところで被爆しましてです。現在も行方不明のままです。建物疎開作業に行って、そういう状態。小学校の同級生の2人の給油のことをですね、まあ、いつも頭の中に思い出されるんです。で、そのうちの一人の中君というのは小学校とそれから今の広島商業、まあ、通じての同級生でした。で、中君はたまたま2年4組にいたということで、その4組だけが中広町というところの軍事工場に一組ほど動員されて、で原爆の日は月曜日は休日ということでしたが、まあもう広島市も空襲がもう間もないだろうということで
今の建物疎開作業に動員されて、当日はやはり700メーター、爆心地から700メーターぐらいの土橋町で被爆します。その一組の中で現在1名ほどはまだ元気でおりますが、その他のものはちょうどこの被爆の年の秋までに全員亡くなりました。で、もう一人の小学校の同級生の、学校は広島県立二中というのを言った山崎君のことですが、彼は原爆の時やはり木造校舎の下敷きにあったんですが、友達が、まあ、松葉杖をついてる友達はまあなんとか外へ出れたんですが、この山崎君はもう体を建物が足を押さえて出れないと。でそのもう一人の人は、じゃあ私はもう校舎がちょうど焼けてきたので、じゃあもう先に逃げるいうことでその場を別れた。その時に、まあ、校舎が燃えてくるいうことで、その山崎君は国歌「君が代」を歌いながらですね、まあ、亡くなったということなんです。だから本当死に面してですね、中学2年生が、国歌を歌うという、そこまで、軍国教育がなされとったというように思います。まあね、普通お父さんお母さんとか言って亡くなるんでなくて、死の寸前まで国の歌を歌う、そういうような、状態でした。同級生が亡くなったいうのはもうずっとその頭の中をもう、常に思い出すということですね。そういうのは心の痛みって言いますか、体だけでなくて心の痛みというのをですね、結局皆さん被爆した人も持っておれると思うんです。普通まあどういう怪我をしたとか、どういう、ように家族が亡くなったかとかいうような、こう目に見えることだけをこう思いがちですが、被爆者の心の中にその心の傷というものがね、ずっと残っていると。まあ体でもまあ今の放射能の影響でまあがんにかかる率も一般の人に比べて高いことが言われています。今から高齢化して体の抵抗力がなくなると、やはりそういうものが体をもう弱らせていく、そういう恐ろしさがあるというように思っています。いわゆる人の痛みが分かる人に、育っていくですね。今でももういじめとかいろいろありますけれども、そういうのがどん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 発展して、もう自分のことしか考えないというようなのが戦争に発展していくんじゃない。また人間の心の中にはまたボランティアとかいうことですね、やはり弱者を救ういう心もあるんで、そういうのをやはり発展させていくいうようなことの努力によってですね、戦争というものをないようにしていくことが、やっぱり二度と原爆を落とさないいうことにつながっていくと、そういうふうに考えております。
瀬川博さんの被爆証言でした。